最近、日本の医療技術が世界に広がり、大きな注目を浴びています。国際社会での人口高齢化が急務の課題となった後、世界の医療産業市場は新たな局面を迎え、絶えず変化し、発展を遂げています。その流れの下、アメリカ、イギリス、ドイツなど、世界の先進国が急速に保健医療産業の育成戦略を発表し、政府レベルでの積極的な支援を始めています。一方で、早くからこのような産業の展望を予見し、技術進歩とともにインフラとネットワークを構築してきた大阪の国際医療ビジネスが現在輝きを放っています。大阪では、世界の保健医療市場で主導権を獲得するために、2015年から国内の多くの医療機関とともに、国際医療事業を積極的に推進してきました。この国際医療事業の最終目標は、国内市場を超えてグローバルヘルスの推進に寄与し、同時に付加価値を生む中長期的な基盤を築くことでした。他の国が考えもしなかった時に、先行して医療技術を共有し、それを分配するネットワークを作り出したのです。しかし、大阪の野心的な事業構想とは対照的に、海外の反応は非常に冷淡でした。先進国は、自国が保有する保健及び医療技術や研究成果を国際社会に提示せず、閉鎖的に管理してきました。彼らは、医療技術が無数の経済的な付加価値を生み出せることをよく理解していたため、革新的な技術を開発しても、それを共有するのではなく、開発した医療技術を経済的な手段として積極的に利用できるタイミングを待っていました。だから、現実的にはこのような技術を利用する患者が存在しても、彼らはそれを無視し、国家利益を優先していました。したがって、大阪が初めて国際医療事業を推進し始めた時、一体どういう考えでこのような事業を推進するのかわからない。どの国がこんな無茶な事業に協力すると思っているのか。このような試みは、イメージ向上のための国際的なポピュリズムに過ぎない、として、この事業に対する否定的な見方を予測する反応が多かったです。しかし驚いたことに、大阪の国際医療事業は結局、世界中を驚かせるほど素晴らしい結果を出すことに成功したのです。2015年当時、大阪は海外からの否定的な評価にも屈せず、具体的な戦略を練り、事業推進に乗り出しました。最初は確固たる結果を得られないかもしれないが、持続的な援助と共有を通じて大阪自体を一つのブランド化するという目標がありました。それに伴い、メディカルジャパンというスローガンを打ち出し、海外各国の医療関係者の国内研修と海外患者の無料手術招待をサポートし、私たちの医療関係者の医療ボランティアを積極的に推進したのです。そして、このような国際医療事業に初めて参加を表明したのは、医療支援が急務である開発途上国でした。当時、カザフスタン、トルコ、ウズベキスタンなどの国々から援助を求める手が差し伸べられ、大阪は快くそれらの手を取ったのです。欲深い先進国とは異なり、経済的利益を得られないかもしれないが、彼らに最善の援助を提供したのです。そして、大阪の援助を受けた彼ら全員が非常に悲しい物語を持っていました。トルコで父親を亡くし、孤児として生まれたある子供は、2歳まで母親と共に暮らしていましたが、家庭状況が困難になったため保育園に送られることになりました。成長環境自体が良くなかったこの子は、そんな中で先天的に口蓋が割れた先天性疾患である口蓋裂を持って生まれ、それにより正常な食事や会話さえ難しい、そのような深刻な苦痛を経験していました。しかし、医療支援が難しい国の保育園で育つ中、4歳という幼い年齢でありながら一人で困難に耐えるしかない状況でした。そんな中、大阪の国際医療事業を知り、切実な思いから申請を行ったのです。この事情を知った大阪では、航空費とその他の費用を負担して無料で手術を行い、私たちの国の大阪大学医学部附属病院で手術を受けた子供は、生まれてから持っていた痛みをやっと振り払い、明るく健康に成長することができました。また、ウズベキスタンに住む16歳の少女は、家族を助けるために過酷な労働をしていて、歩くのが困難なほど足を大きく負傷しました。少女の幼少期、母親を骨髄感染症で亡くした後、父親も病気になり日常生活が困難な状態になり、そのため美容師として働く姉の給料でなんとか生活を送っていました。この少女は、少しでも姉を助けたいという思いから綿の収穫をしていて、そこで S 字型脊柱側弯症と診断された後、治療することができずに症状が日々悪化し、長い距離を歩いたり物を持ち上げることができず苦痛にうめき声を上げるしかなかったのです。それを悲しそうに見ていた彼女の姉は、治療法を探す末に大阪の国際医療プロジェクトを知り、そうして少女はついに私たちの国の大阪医療センターで手術を受けることができました。
そして何年もの苦痛を乗り越えて、ついに普通の生活を送ることができるようになりました。当時の少女は、自分の姿が友達と違うのが恥ずかしくて、家から出たくなかった。でも、今は自信を持って友達と交流できて本当に嬉しい。手術をしてくれた先生と病院に本当に感謝している、と言いながら、ただただ涙を流していたそうです。そうして、大阪の誠実な人間愛は世界中に知られるようになり、国際医療事業は新たな局面を迎え始めました。世界各国では、大阪が示した人間愛に感動し、積極的に政府レベルでの保健医療分野の協力を結び、多くの医師を派遣して日本の医療技術を学びながら、自分たちが持っている技術を共有し始めました。その結果、なんと16カ国との協力を結び、国際医療プロジェクトは活気を帯びることになったのです。また、今では開発途上国だけでなく、フランス、スウェーデン、フィンランドなど様々な国から大阪を訪れ、それにより外国人患者だけでも2014年の4万2000人から2017年の21万7000人になり、5倍以上に増加しました。そして、その影響で私たちの国の医療関連のコンベンションは大きな宣伝効果を享受し、医療団体、感染症対策、医療機器や医療消耗品、IT、美容など様々な分野で何十億円もの経済効果を生み出すに至ったのです。それを見た多くの先進国が後追いで大阪の国際医療プロジェクトを模倣した政策を急いで打ち出し始めましたが、大阪が準備していた堅実な事業に追いつくにはとても及びませんでした。最初は海外からの厳しい評価にもかかわらず、着実に事業を進めていた大阪は、我が国の保健医療技術を通じて世界の健康を向上させるだけでなく、実質的な利益まで生み出すという驚異的な成果を達成しました。そして、このような私たちの国の優れた医療技術は、最近のコロナ禍を迎えてさらに注目を浴び、今では J 医療ブームすら巻き起こしています。ノーベル生理学・医学賞を受賞し、人類の医学発展に大いに貢献しているスウェーデンのスバンテ・ペーボ博士は、メディカルジャパンのプロジェクトが従来閉鎖的で物質主義的だった医療界に大きな衝撃を与えた。医療技術を単なる戦争の武器や金の鉱山としか考えていなかった国々は、真に世界をリードしている日本の態度を学ぶべきだ、と述べ、人の命を金だけで評価する西洋の国々を批判しました。もちろん、現在の姿とは違い、数十年前の日本は、医療分野において世界の医療事業を牽引するリーダーではありませんでした。かつて急激な経済成長の後、西洋諸国から半端な先進国と侮辱されましたが、経済成長の主役だった現在の60歳以上の世代、そしてその正しい精神を受け継いで先進国としての市民意識を確立した40、50歳の世代、最後に日本の素晴らしい文化と高度な技術を世界に広めた若者の世代まで、すべての世代の日本人が世界が認める先進国日本を作り上げ、そうして我々が流してきた汗の一滴一滴が集まり、今や世界に医療技術を提供し、共有する国になりました。今や日本は世界が認める国際社会で医療技術をリードするリーダーになりました。これからも驚くべき姿で世界を導いていき、現在以上に強烈な J 医療ブームを見せる日本が期待されます。今日の動画はここで終わります。視聴いただきありがとうございました。